はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプ地なんですけども、今日は決闘やっていこうかなと思いまして、今週の特別ルールは超人社会というわけなんですけども、ヒロアカジャンプ地の中でもかなり、キャラ数が多い作品なんで、そのキャラ全員が忖度入っているというわけで、なかなかパーティー決めんの難しくないですか？結構ね、手がいろいろあって一つに絞るなかなか難しいんですけども、まあね、こいつ、この燃え盛るこいつがいることによって全ての計算狂っているんですよね。なんでこいつに忖度かかっとんねんという状況なんで、まあ、やっていくんですけども、今日使っていくパーティーこちらというわけで、まあかっちゃんの3枠ぶっぱパーティーにしようかなと思いますね。レジェンドをね、最近この約束積んでる人が多いんで、弱体化が結構刺さるんじゃないかなと思うんで、2枠目かっちゃん弱体化積んで、まあ大体2枠目エンデバー積んでる人が多いんですよね。耐久パーティーやっぱり使ってる人が多いんですけども、そこをなんとかかっちゃんの爆弾やら弱体化やらでまくっていく、そんで耐久される前に3枠で勝ち切るというパーティーに今日はしようかなと思います。さあ、というわけでやっていきましょうか。よろしくお願いします。というわけで反撃ね、デクエリー使ってる人今回多いかなと思ったんですけども、やっぱり時代の流れを感じますね。全然いないんですよね。やっぱり今限定ボルトがはびこっているんですよね。友情であいつ 70% 反撃ガードつくんで、そんな環境でわざわざあんまり使う人がまあいないのかなっていうのが本音なんですけども、ここに関してはちょっと盤面がごちゃついておますな。クソムーブオツ全然繋がってないんで、どうしたもんかなという、まあこれは2枠目で繋がることを祈るほかないんですけども、相手さんレジェンド100機夜行か。まあ3枠、弱体化か。やっぱり弱体化刺さるよね、こういう種。相手さんと考えてること同じ。でもってここで5個割ですかね。デクエリ5個割ちょっと厳しそうな感じしているんですが、大丈夫でしょうかっていうお話で、サボ使っていきまして、着地が悪いなぁ。着地そっちになりますか。まあ、これはしゃーねーかなぁと。これはしゃーないですね。まあ、いいんじゃないかなと思います。レジェンドは発動できるんで、ここ、結構かっちゃんダメージ入るんじゃないかなと思うんですが、いかほどでしょうかっていう感じで、必殺ダメアップ全然積んでないんですけども、オッケー素晴らしい。ここちょっとやめてパッチにしようかな。そっちの方がなんかダメージ出そうな感じしているんですが、相手さんロジャーと、まあね、忖度集に関してはいくらロジャーといえど忖度キャラには勝てないんで、ここロジャーじゃなくてイベントのオーバーホール強者のそっち使った方が圧倒的にいいんでね、まあぜひともロジャー使ってる人は早急にやめてほしいなと思うんですけども、ここに関してはまあ全体的に繋がったんでいいんじゃないかなとは思うんですが、レジェンドは発動できるな、素晴らしい。ここ発動できんのかなり激アツですね。4つ割うまいこと決まっていきましたと。もしここで勝てなくても、デクマイトのバフ受け継いでいるんで、4枠でカッキル持っていけるという感じになっております。んで爆弾何本入るこれ。ボンと44万。まあいい火力入りますね。まあ今日はこんな感じで頑張っていこうかなと思うんですけども、まだね、この順位帯はあんまりなんですが、高校くれ、高校。これ、高校、絶対高校。よし。エンデバーでバフ買い積まれる前にこちら側が殴るんで、まあ、圧倒的に今週はね、高校が有利になってるんじゃないかなと思いますね。1枠目で、バフ、一種類に固めて、僕の場合、こんな感じで、攻撃バフに固めて、んで、
2枠目でダブルバフ回積まれたとしても大丈夫みたいな感じのパーティー今週使ってる人多いんで、ちょっと待ってや、これ何この盤面は終わり腐らしているんですけども、これはひって盤面ですね。この盤面ひどすぎるやろ。まあここの赤を割らざるを得ないからな。まあこういう割り方にしときましょうかね。はい、とエンデバー使ってるっていうことは相手さん耐久パーティーの可能性があるんですけども、全然なかったというわけで、まあデクエリは今週そこまで脅威じゃないんで、んで相手さんレジェンドで弱体化積む、それはもったいないぞ。レジェンドはゼガヒでもバフ積むやつを積んだ方がいいと思うんですが、これは盤面が死んでるんで、これサボじゃなくてここつなげた方がええな。うん、ここつなげてぶち割る感じでいこうかなと思います。はい、くそー。まあいいんじゃないかなと思うんですけども、どうせ3枠で勝ち切るパーティーなんでガードとかどうでもいいんじゃないかなと思うんですが、うん、さっきよりダメージ出ましたね。ジョットのところパッチに変えたことによって爆弾だけじゃなくて必殺ダメでも望んでいくという布陣にしました。んで相手さんここ17万回復とダブルバフ回と、これもし先行取ってたら合計4つバフ回されてから殴ってたんでちょっと危うかったですね。まあでも属性相性取って、めちゃめちゃ上書きされますね。まあいいんじゃないかなと思われる。まあ属性相性取ってるんで、どっちにしろ買ってたかな。レジェンドも発動できたんで、まあこれは確実に勝ったんじゃないかなと。しかも今回高校取っているんで安定勝利ぶち込むことができるんじゃないかなと思うんですが、いかほどでしょうかっていう感じで、いいねー、デクマイとクソ杖はこれで必殺自動変換とバフ積むからね。優秀。やっぱタッグキャラクター結構優秀なキャラ多いですよね。僕のラス枠のジンデクも、ガード貫通なんで、ガード貫通持ってんの今週マジで覇権ちゃう？ジンデク使ってる人今週なかなか多そうなイメージがあるんですけども、よろしくお願いします。というわけで、先行取ってしまったか。なるほど。これで相手さん、バフ回積んでたらなかなか厄介なんですけども、ここに関しては、まあ、金を先にぶち込んどいて、オッケー素晴らしい。着地もまあまあ神ってんな。まあいいんじゃないかなと思います。デクエリ使ってる人多いな。なんでや。なんか、あんまり使ってへん人が多い印象が。何その1枠目は。デクエリクソ割りムーブか。謎ですな。意味わからんパーティーなんですけども。まあ、温存クソムーブやな。オッケー。これはちょっと、3枠目で処理できるかな、ジャマプチ。こんだけ降ってくるジャマプチ、さすがに処理しきれへんのちゃう。ちょっと怖いんですけども、ぶち割っていきましての、これ、ぶっぱしてまえへん？なんか、ここでクソ火力出して2枠じゃなくて3枠目行くまでに勝ちそうな感じしているんですが、ちょっと相手さんのパーティーが意味わからんな。まあ全部つながったんで全割りされることでしょう。3、4、5、6、7、8。七子お姉さん超越摂取者なんですけども。まあ、ダメージ全然食らわん。オッケーオッケーオッケー。結構調整入りましたね。んーで、この邪魔プチの量よ。これはなかなか笑うしかないんですけども。ここに関しては、
これはね、着地かみってんな。オッケー、素晴らしい。邪魔も全回収できたところで、んで、ここで相性を取っているんで、勝ち確なんじゃないかなと思うんですけども、さっき反撃なかなか入ったんで、ちょっとここの反撃、クガカッチャン、ユーマカッチャンやったらちょっと怖かったな。ユーマカッチャンもね、忖度入ってるんで、僕、せっかくね、ガチャ引いて当たったんでね、使ってみたいなって今週思うんですけども、やっぱエンデバーが多いんでね、耐久パが。やっぱああいうダブルバフがちょっと死んでる感があるんですよね。さあ、ダメージいかほどというわけで、オーケー。やっぱり弱体化ついてたらかなりダメージ入りますね。素晴らしい。49万入るね、さすが。かっちゃんやっぱ伊達じゃないわ。まあね、普通の週、先週使ってもね、なかなかかっちゃん強かったんでね、そりゃ忖度かかったら強えわなというお話ですね。で、ここから3本圏内等々に入るんで、まあ耐久パーティー使ってる人が多くなると思うから、絶対に高校を取りたいなと。これは絶対的に高校欲しいなと思うんですけども、よっしゃ、素晴らしい。これ絶対に、友情技にバフ回3つ積んでるパターンですね。今週流行っているエンデバークソ害悪バフ回パーティー、多分そのうち僕も使うと思うんですけども、あのパーティー絶対に楽しい。ここに関しては、先に上割って、カナを割って、ブチ割りというムーブかな。オッケー、素晴らしい。ちょっとハートが盤面に多いのが難点かな。大丈夫かな、これ。さあ、相手さん2枠目友情。やっぱりそんな感じか。ただしかし今回、高校取っているんで、必殺ダメアップ解除、これ刺さっていないという、なかなかいいムーブですね。これもし先行取っていた場合、ここのパッチのバフ解除されていたんで、これはものすごく合致しているんじゃないかなと思うんですけども、サボブ打っていきまして、これは着地等々かみっているんで素晴らしいですね。まあバフ回避一つ積まれたものの、んでエンデバー等々でまたバフ回されるんですが、これ3枠ぶっぱ決まるかな。もし決まらんくてもデクマイトからのジンデクなんで打つよ。ブッパ決まったわ。何を心配することがあろうが。ここで必殺ダメアップ解除。3枠目にバフ回積むんやったら、これ絶対に攻撃バフ回の方が圧倒的にいいですね、今週は。やっぱりカッチャン積んでる人が多いんで、んで、ここに関してはガード&13万回復、まあ継続回復もついているんで、合計19万回復ぐらいかな。まあさすがに止まらんでしょう。こんだけバフしてたらいくらガード回復といえど止まらないんじゃないかなと思うんですが、いかほどというわけで、ちょっとレジェンド発動できなかったんですが、まあいいんじゃないかなと思います。ダメージいかほどでしょうかっていう感じで、んー、ちょっと火力落ちたものの、まあ、安全に、ここで、ブッパー決まりましたね。んで、もって爆弾起爆と、ボンと、オッケー。まあ、勝てたらいいわ。もう、オーバーダメージとかどうでもいい。邪魔プチの処理と、勝てたらそれで、なんでもいいんで、今週は。こっからちょっとね、623、なかなか、気張らないといけないところなんじゃないかなと思います。ラスト1回やっていこうかなと思うんですけども、先週もね、僕、ドクロ取ったんで、今週もドクロ取ったら、3連続ドクロなんですよ。ちょっとこれはね、3連続ドクロね、夢のまた夢の、レンチャンドクロ取っていきたいなと思ってるんで、今週もわりかしガチバ使っていこうかなと思うんですけども、相性がスコロブルいいな。ほんで今回もまた高校取ったんで、エンデバーにバフ回されることなく安全に、叩くことができると。んで、ここに関しては、
ね、これはね、先に青処理して、いやー、そうですか、カナを打っといて、そんな感じか。ちょっと、盤面がごちゃついとんな。しゃあねえな、これは。いや、ちょっとクソ盤面落つにも程があんな、これは。はいと。ほんでもってバフ回とまあいいんじゃないかなと思われる。ここでレジェンド発動されたら厄介やったんですけども。まあいいんじゃないかなと思います。バフ回2つからのぶち割りと。やっぱこういうパーティー使ってる人圧倒的に多いな、今週は。ここはね、先にサボ発動しようかな。肉は青プチ1個必殺に変換するんですが、さすがに残るでしょう。先にサボ打って、オッケー素晴らしい。しかもなかなかいいところ。あー、でもこれはどんな感じ？あー。これはね、なんだと？クソですね。つながりが終わり腐らしているというわけで。はい、ありがとうございます。これは3枠ぶっぱ決まらんな。圧倒的に負け筋があるんですけども。で、ここで、弱体化解除されて、これ多分4枠まで行くな。そんでここ、かっちゃん鬼割りされて、ラス枠人デクなんで、ちょっと属性相性を取られている。2個割りか。2個割りあったら大丈夫なんじゃないかな。着地は神ってる。あー、でも、ワンチャンこれいけるかな。ぶち割っていきまして、オッケー。レジェンドも発動していきながらのガードついているんですが、5個割。んで、属性相性が全てを物語っているんで、これは多分、いったんじゃないかなと思う。というか、言ってほしいんですけども。あー、ギリギリいったかな、これ。ギリギリ、かっちゃんの爆弾でいったんじゃないかなと思います。あー、いった。よかったー。危な。